はいどうも、マナーマンです。今回は火と闇の鉄星流かな、火属性強化、超16級に雨の渦目使っていきたいと思います。ではいきます。まあいけるかわからんけど地獄級まではアカソニアで行ってたんですけどね。実はアカソニアパーティーで行ってたんですけど、てか体力5万もあれば大丈夫かっていうね。ここは4つ消しを使っていけばいけるんじゃないかな。さあどうかな。とりあえず火はいっぱい落ちてきてほしいね。 OK。 基本的に4つ消しすればいけると思うんですけど、多分火力は十分あるので、ただここは厳しいよね。もう変換がね、アレスとソニアしかいないからな。そういったとこは結構辛いな。ダメージ食らっても大丈夫やと思うんですけど、使っていくか。あ、使うのもったいないかな。このパーティーでクリアできるかどうかわからんからね。まあ、ただダメージ削るためにやっぱ火がいるわ。4-3ぐらいでいきたいけど、危ねえ。よし、右チェックで、ここはクリアできたね。多分ねバインドはなかったと思うから使わなくてもいいんだけど、ループできないからね。うずめループがフレンドの下のやつがスキル間じゃないんで、ここは闇の4つ消しにかける。おしよし、闇で十分だね。だがここはちょっと火を使わないといけない。うわもったいない。よしよし、さあここだね。お、弾いた。アレス一人で弾いた。両サイドをね、ここでうずめ使っといて回復しちゃいましょうかね。回復力 1.5 倍にしといて、の4つ消しで大丈夫かなっていう。おいけるいける、 OKOK。 ここは殴り合いで OK。 ただ火が落ちてきてほしい。よしよし、水と光で倒せるかな。まあ、闇でもいいか。とりあえず火は消さないで。よしよし、いいよ。いいんじゃないか。しかしね、エンハンスがまだあと2ターンってことで、このターンで倒せあかんな。しかもアカソニアは溜まっている。なんて、一応クリアが見えたね。一応クリアが見えましたね。とりあえずこの辺でドロップ消しといて、
まあ、なんならここでベジット使っといて43で一応使っ、あ、44でもいいか。どうせもうボスはアカソニアとフレイで倒すイメージやから。これ買ったでしょ、もう適当にやっても買ったでしょ。よしよしよし、いいよ、 OK、 いいね。うずめでいけるぞ、これ毒にされちゃうけど、まあ、ただ光ドロップが落ちてくると怖いかなっていうね。うわー、でも大丈夫か。これでエンハンスも使う。これで負けたらもう手はないっていうね。いけるんじゃないかな。余裕だな、火力火力余裕だ。クリアできました。さすが非属性強化入ってるだけある。どうかな、まあ、コンボしてないからね。あ、B、安定の B 出たはい、では、今回は人闇の鉄星流非属性強化に、雨の爪パーティーで挑戦しました。ご視聴ありがとうございました。